というわけで新年明けましておめでとうございます。今年はね、新年一発目のお仕事はソーラくんですね。サロンのお仕事ね。うん、サロンのお仕事はソーラくんが仕事始めでしたね。どうですか、年明けの一番風呂は。お気持ちいいよ。ああ。ここにさ、猿とか入ってるといいんだけど、ね。ああ、なるほどね。生地とかね。うん、露天じゃないの、うん、露天じゃないね。ごんじゃダメだよ。うん。美味しい。まあ、ゲップ出るよ。ゲップ出るよ、ソーダ水だから、要は。要はソーダ水なんでね。あったかい。あったかい。ゲップ出るよ。そんなの俺は知らねえ。うん。なるほど。で、今年の目標は何ですか、そらくんは。今年はいっぱい走るよ。ああ、止まらないぐらい走るよ。そらくんはね、本当に元気はつらつ、うん、もう勝利の合言葉みたいなワンちゃんなんでね、あんまりあの走りまくられるとね、ついていけないんで、ね、少し落ち着いた年にしましょう。以上、今日も元気なそらくんでした。さよなら、そらっち。